Salut à tous, c'est Bibox. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy XV pour l'épisode 6, la grotte de la cascade. C'est parti. Donc on va aller chercher une nouvelle arme du roi. Voilà, nous sommes arrivés à destination. Énorme serpent. Il est quel niveau? La bête, elle est 54 quoi. On va tenter de se la faire. Ah ouais, ça peut... Et voilà, une nouvelle recette. これは楽しみだな。滝の裏にあるって話だけど、ともかく行ってみよう。なんか道っぽいね。な、入り口っぽいの発見。噂は本当かもしれねえな。
Non. Bon, maintenant, ça a l'air... この格好のまま入るの。この格好のまま入るの。こんな寒いんだし、死骸も、いなかったりして。死骸に寒いも暑いもねえだろ。やっぱり出るよねー。行くぞ。 大丈夫？なんだ？どこだ？どうした？穴の中で、なんか燃えてた。あれ、メテオか？カーテスの大皿が見えたのか？一度、レスタルムに戻ろうぜ。ダルコットに報告しなきゃね。ノクティス様！ お帰りなさい。いただいた情報が役立った。さようでございますか。ありがとな、タルコット。いえ。よかった。わしも嬉しいよ。幼い頃の王子と陛下を思い出すな。<笑>どうだろう。 エリス、心配すんな。展望公園からカーテスの大皿が見えたよな。うん。望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ。痛みがそこと関係しているなら、何かわかるかもしれない。Avant ça, d'abord, on va aller se reposer. お疲れではありませんか? お部屋すぐにご用意できますよ。 今日はここまでだな。 やっと風呂に入れるな。 C'est sûr, parce que là... Ils sont un peu sales.
Bientôt au niveau 30. Capacité à prendre des photos même en étant en danger. Putain, je pensais qu'on aurait pris une photo de la cascade, quoi. Voilà. Un peu plus propre là. Hein. On va aller au belvédère maintenant. Rien. Ah. Salut, en effet. Merci. Je voulais me suicider, tu sais. Wouhou, dans les cailloux.話話しばなし興味ある巨神がさ隕石の下で王様を呼んでる神様の言葉は人には分からないからな頭が痛くなる人もいるかもねどうすればいいのそれ愛に行ってみる何か伝えたいんだと思うよ一緒に行こう乗るか行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ。じゃあそれで。俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車は、レガリアだっけ？ 2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。 Ok, alors on revoit le voyageur de la dernière fois là. Alors nos visions, c'est un dieu. Bon. Tout ce qu'on joue à la démo, c'est très bien que c'est Titan, hein. じゃあ運転手は俺が指名しよう。君がいいね。分かったよ。
じゃあ君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。Ah ok, tout le monde gagne 500 XP. Enfin 1000. Ok, je sais pas pourquoi il prend des photos que de Inis, mais... Voilà. Une légende ressuscitée. Chapitre 4. La grâce des dieux. ちゃんと俺の後についてきて。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとくれても俺の愛車にぶつけないように。いちいちうるさいな。早く行けよ。ではどうぞ安全運転で。 俺もそこが気になる。そして、どこの人間なのかも。帝国人っぽくもないけど。と言って、ルシス人でもねえよな。正直関わりたくない。でも断ったら、カーデスの大皿には入れない。王子はどうも、あのおっさんをよ。ああ、ただの変な中年都市か。だよね。俺も同じ。とりあえず最初の作戦通り、やばければ戻る、だな。 Je me demande ce qui se passe si on shoot sa caisse. Nocto, zutsuは平気か? 今は平気だ. たまに来る. 運転中にひどいのが来ねえ. On peut pas. やばかったら止まってね. この先にシルベはあんのか? っていうか野宿すんの? どっかでちゃんと休もうよ. 野宿でちゃんと休みはいいだろ。せめてモービルキャビンでしょ。外のどこがそんなにいいの。自然の中だってのがまず最高だろうが、時間にも追われねえし、勝手気ままにやれんだろ。今日はここで休むか。おい、目的地はどうなったんだ。焦らなくても逃げないよ。そういう答えは聞いていない。これさ、5人で旅行状態だよね。ないわ。 どこへ向かわれたんだろうな。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ、フレーラ様。 Oh. 命を育みし星よ。人々を闇よりお守りください。 申し訳ありません。すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという。
ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出てようやく。お辛いでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では始めましょう。町でかくまってやりゃよかったのに。本当だよ、俺ん家来いってな。なあ、神さんを追い出すわ俺。ドクター、オートに戻ってからも鍛錬を続けろよ。なんだよいきなり。結婚後は世界から注目浴びることになんだろう。え、そうかな。今もそうだけど、あんま気にされないんじゃない。なんだよそれ。今もまだ気にされていないからこそだな。ハッとしねえまんまじゃ、ルナ・フレーナ様がお気の毒だろう。ああ、そうか。ノクト、ルナ・フレーナ様にふさわしい男になんないと。カンナギの公務でただのお荷物になっちゃ恥かくだろう。まったく好き勝手言ってんな。ここから先は簡単には引き返せない。行くのかい？本当に大丈夫？あのメテオを動力になんてよく思いついたな。メテオって普通に近づけんの？巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろ。ご苦労なこったな。肩も凝るだろうね。その分ダスカ近辺の巨神やメテオへの信仰は熱いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり暑い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か？ああ、そうだね。隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか？いや、持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ。巨神の姿も見えるかもしんないし。写真に収めなきゃ気が済まねえか。置いてって取れないより持ってって壊れる方が後悔しない。かっこいいなって思うと思ってる。ああ、頑張れ。イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。まあダメになってもそんなに困んないだろう。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあないと何も見えないわけではないんだ。だったら普段撮っとけば。いや、そこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあぼやけているのは好きじゃない。はあ、やっぱきっちりしてんだね。C'est pas mal comme il parle du personnage. Ignis, 運転席以外って気分どう？恐ろしい。恐ろしいのかよ。昔の王子の運転を知っている身としてはな。そりゃどうも。本でも読んでろ。気が紛れ。ついたよ。嘘じゃねえだろうな。俺がいつ嘘ついたかな。基本嘘っぽいっていうか。ま、信用ならねえな。おーい、俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら、一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃご機嫌よう。奇妙な男だったな。できれば二度と会いたくない。うわ、すっごい嫌ってるね。あの人って神話に詳しいのかな？結構知ってる感じだよな。
この先に行けばいいのか。封鎖までして何してやがるんだが。C'est parti. On va voir ce qu'on va faire. Il sait qui quoi. On va voir ce qu'on va voir. Allez, il t'a nani. Oh non, Hakaga, qu'on n'a pas choisi à l'autre. Au Chikara au Karite Kaneto, hein. Oh, j'y. Ah, Sodana. Waouh. L'épée elle est rentrée. Une de plus. Ah, Tichy! Dekezo! Kikenda! Hanarelo! Oh! C'était moins une. Ah, la vision. Ah, j'ai l'impression qu'on aura besoin de faire. Si on a besoin de feu.
だけ歩かすんだよ。いい加減にしろ。ちった落ち着け。なんだよ。お前は王家の人間じゃねえのか。王家の人間だよ。だったらなんだ。嫌ってほど自覚してるわ。自覚してねえとは思ってねえよ。だがな、さっきから何度も危ない目に遭ってる。俺も気が張ってんだよ。アミシティア家は言ってみりゃ王の盾だ。盾として王を守れ、ガキの頃から教え込まれてんだ。俺なりに消化して納得して誇りに思ってる。頭痛もあって集中できねえんだろう。忠告くらいちった聞いとけ。分かったよ。あ、セコイさ、いきなり悪かったな。よ、あ、一人で進んでんじゃねえってのは忘れんなよ。グラディオ、おやさんには感謝してる。気ぃ使う。あ、電話鳴ってねえか。エグネス、大丈夫か。気をつけろ、帝国兵が見え。Oh, purée, aussi l'armée impériale qui arrive. Kuriton. Tekok Heo mit Apoy. Ah, c'est ça, d'un. Yo, y'a que tu y t'as. Ah, capter.Le pouvoir des rois.Naissance d'une légende. Hey, kite yatta sa. わかんねえよ。俺は遊びに来てんじゃねえぞ。Nous ne comprenons rien. On veut comprendre ce qu'il nous dit.Mais je te pète.
なこと言っても。いいね。こっちだ。C'est comme c'est impressionnant ce combat titanesque. Je veux dire, on est contre Titan là, avec la musique en fond. Oh là là. J'adore vraiment ces musiques comme ça là de jeu.
略してなかったんだよね。アーデン・イズニア。本名帝国の最初。そうなんだよ。でも今はさ、助けに来たんだ。ここで捕まえたりしないって。どうする？選択肢は2つ。生きる、なんだよ、死ぬの。とりあえずここでは死ねない。行こう、いいな、ノクト。分かった。Oh, on peut invoquer Titan maintenant. Faveur de l'archer. C'est dommage, on a remarqué qu'on peut pas faire que les autres montent de niveau en même temps que nous maintenant. Vous avez vu? Capacité à trouver parfois des élixirs pendant le combat.
Putain, elle a pas fait d'autres photos de titan quoi. Oh, je comprends pas la photo là. Dommage. La photo là elle est cool. Ah ok, donc maintenant on sait c'est qui les gars. Chapitre 5, des nuages noirs à l'horizon. Quelques jours plus tard. ダスカ地方の封鎖は、上院式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。すべては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。 先日までダスカクレイン地方を中心に頻発していた地震について、帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーペスの大皿内部から。 まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように、周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。Oh, s'est fait voler la voiture. またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最初か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね、どうする。ひとまず。 ハンマーヘッドからの連絡待ちだ。大丈夫ねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。Oh, cool. La voix de l'oracle. <音声>何かを伝えに来たのか。どうする。追いかける。 Très bien. Ça, ça sera pour le prochain épisode. Et vu que ça fait un moment, on dirait on va profiter de reprendre des chocobos. よろしく。
チョコボ臭いのってさ、嫌なんだけどなんか好きなんだよね。あそこで働け、そういうやつは貴重らしいぞ。また頼むぞ。注意してけ。さあ、どうしな。しつこいやつは嫌われるぞ。ウリア、ラディオ、頼む。すっげえ、グラディオ。応戦しろ。了解。その調子だ、ノクト。ああ、いいよ、速攻終わらせや。ああ、終わった。帰ってゲームして。どこに帰んだよ。ほっ、ホテル軟弱か。ありがとな。また頼むぞ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。On va voir ce qui se passe quand on campe avec nos chocobos。Yeah, on a plein de nouvelles bouffes。Alors. Ouh. Oh. Casserole de cyclidienne. Un nouveau truc que celui qui aime. PV maximum plus 600.Ah, on va se faire ça.
C'est pas mal ça. Ah oui, c'est trop cool, hein. Les chocobos qui sont à côté. Ça passe au niveau 28 les autres aussi. Yes. Blanquette de poulet. Blanquette de poulet quand les chocobos qui sont là. Ça fait un peu bizarre. Ah, trop cool. Par contre, des fois, il fait un peu vraiment des photos. Hein. Ah, vraiment toi, c'est chocobo, allez. L'Odyssée a mangé son plat préféré hier soir. Il est fait d'un effet positif qui permet à la joueuse de commande de se remplir plus rapidement. Ah, c'est cool ça. C'est quoi, on va faire plein de nouveaux plats. Profiter. Ah, c'est ça comme ça, qu'on a eu. Poitrine de Pene Pene. Ok. Lol. Oh, ça me paraît tout bizarre. Ça paraît tout bizarre, ça. Ah, c'est pas mal, c'est le crabe en fait. On peut voir quand il donne à manger au crabe, quand il donne à manger au chocobo aussi. Voilà, super. Oh, on va s'amuser à faire toutes les nourritures. Tip top là. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Pour l'épisode 6. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Bbox. A bientôt.